山城拓です。今日は何の動画かと言いますと、まあ、見てもらったら分かると思うんですが、私山城拓也、まあ、変身した姿はスパイダーマンなんですけど、その42年前に放送されていた東映版スパイダーマンの今回フィギュアが出たということで、じゃん、出ました。バンダイさんの SH フィギュアスから東映版のスパイダーマンがフィギュア化されました。これはすごく私にとっては感慨深いことですね。うん、もう奇跡のような商品ですから。で、まあ、私これゲットしましてね、今日はこの東映版スパイダーマン開封動画にしたいと思います。というわけで出ました、東映版スパイダーマンね。当時子供の頃リアルタイムでこれを見てましてね、でその頃また子供やったから、スパイダーマンっていうのは日本のヒーローやと思いながら見ててんな。でそれがね、成長するにつれて、あれアメリカのヒーローちゃうかっていうことがね分かってきて、だったらあの東映版スパイダーマンは一体何やったんやろっていうね。でもあれはあれで日本の単体のヒーローとして立派なドラマだったんだなという思いで、私はずっと好きでいたんですけど、それがですね最近徐々にまた東映版のスパイダーマンがフィーチャーされまして、2年ぐらい前ですかね、スパイダーバースというね CG アニメの映画がありまして、その原作バージョンにね、そのこの東映版スパイダーマンが出てくるんですよ。いよいよ本家の方にも出てくるというね、マーベルの方も。だからこう徐々にまたね、この東映版スパイダーマンがフューチャーされつつある昨今ですが、ついにバンダイさんからね、東映版スパイダーマンのフィギュアが出ました。こんなもの出してくれるとなったらさ、私は買うでしょそら。だからすぐに買ったんですけどね。開封する前にね、ちょっとこのパッケージを見ていきたいと思うんですが、このパッケージはですね、今回はその東映版スパイダーマンの、オリジナルバージョンというパッケージでございまして、お決まりのこの鉄十字キラーね、これ劇中でよく工場で山城拓也が言ってました、鉄十字キラースパイダーマンっていうね。で裏面がこれかっこいいですよ、またすり替えておいたんさっていうねこのセリフがね劇中に出てくるんですよ。このセリフのチョイスがまたいいですよね。このセリフをチョイスするにはパッケージにっていう、感じで、やっぱりこの東映版スパイダーマンを知る私ら世代のファンからすると、よくやってくれた、ありがとうバンダイさんっていうね。そしてこっちの手にはスパイダーストリングスでこう移動しているスパイダーマン、この表面のパッケージのこの左下の方にはですね、この東映版のこのスパイダーマンのロゴがちゃんと表記されてますね。いいですね。いやー、ワクワクするなというようなことで開封していきましょう。そうしましょう、ね、よし、テテレーテテレーテン、スパイダーマン、はい、出ました。ブリスターの状態はこんな感じですね。いや、いいですね。なだぎチャンネル、今箱から出しまして、これが一体ブリスターのこの状態ですね。あのね、ちょっと驚いたのは手のパーツが多いですね。手のパーツ多め、これは非常に嬉しいことですね。やっぱりスパイダーマンっていうのは雲ですから、手の表現っていうのはね、バリエーションも多ければ多いほど楽しめるんで、じゃあ開けていきましょう。よいしょ、でーん、開きました。いや、素晴らしいですね。これが42年前に日本を席巻しました東映版スパイダーマンでございますが、じゃあ本体見ていきましょうか。本体を取り出しました。いいですね。いいですね。これがまあ大体すだちの状態ですね。孤高のヒーローって感じしますよね。じゃあ本体を見ていきましょう。まず私がすごくいいなと思ってるのは、スーツの
この布感ですね、布感、シワ具合もきっちりとこう表現されているというか、やっぱりこうあくまでも日本のヒーローのスパイダーマンなんで、変にこう筋肉質じゃないっていう、うん、それがちょっといいなっていう感じです。布のねシワ具合がね本当にいいですよね。うん、よくできてます。で顔を見てもらったら分かるんですけど、あの日本のねスパイダーマンって目がちょっと鋭いんですよ。でこの目のね左右がですね、よく見てもらうと分かるんですけど対称じゃないんですよね。ちょっとずれてるんですよ、右左と。でね、そのずれてる感じもねきっちりと表現してるっていうね、これがやっぱりこの東映版スパイダーマンを知ってる人間からすると、よくここまでちゃんとこだわってやってくれたなっていう喜びポイントの一つです。はい。で胸のこの雲のマークですね、一見ちょっとアリっぽいんですけど、この今見たらチープな感じをちゃんとそれらしく表現してるっていうのはすごくいいですよね。で後ろのこの雲ですよね、楕円形のこの雲、一見雲に全く見えないっていうのが、これ当時のまんまなんで本当に、うん、ちゃんとこの辺もちゃんとリアルに描いてくれてるというのはすごく嬉しいところですね。で東映版スパイダーマンというところの左に、ね、つけてるこのスパイダーブレスレットですね、うん、これもねよく見ていただけたら分かると思うんですけど、きっちりね塗装が細かくできてるんですよ。これ素晴らしいですね、本当にちゃんとねスパイダーマンってね書いてるんですよね、きっちりと。この細かさ、キメの細かさ、よくここまでちゃんとやってくれたなっていう、本当に技術さんありがとうです本当で。ですねブレスレットつけてるだけじゃね、このねスパイダーブレスレットが開くんですよ、ちゃんと。てってれてってれ、はい、開きまして、でこのブレスレットの中まできっちりとちゃんと塗装されてるというか表現されてるというかね、いやこの辺のキメの細かさというかね、仕事が行き届った感じ、うん、かゆいところに全て手が届いてるこの感じっていうのも素晴らしいですね、まあ、山城拓也はですねこれでよくわけです。マーベラー、それとこうレオパルドンが来るわけですね、うん、こういう感じでございます。で付属品を見ていきましょう。付属品ヘッドパースですね、これね、これはね目の輪郭がまた濃く塗られてるバージョンですね。やっぱ今の MCU のスパイダーマンってこう目がすごくアニメのように動くんですけど、当時はまあねその本当にこの覆面に描かれてる顔なんで動きようがないというところで、目の表情とかもいろいろバージョンがあったんだと思うんですけど、これがね目の輪郭が濃いので、これがですね目の輪郭薄いんですけど、きっちりね左右対称になってるバージョンですね、歪みがないという、うん、こっちのバージョンもちゃんと入れてくれてるんやっていうのはね、また本当に我々ファンにとっては嬉しいチョイスだなという感じです。で、腕パーツですね、腕パーツが多いですよ、うん、私びっくりしております。これがまずは人差し指で、こういうパーツがありました。でこう手を広げてるバージョンかな、でもう一つこっちも手を広げてるバージョンがありましてね、でスパイダーストリングスとかをこうウェブを投げて移動してる時とかに使う手の感じなんですよね。でこれがそれこそスパイダーウェブですね、スパイダーストリングスを持ちながら移動してる時の手のパーツですね。セットで1,2,3,4,5 5セットと1つ片腕だけの人差し指を指しているバージョンですね、うん、だから使い勝手がすごくありますよ。バリエーションが多い分やっぱりあの手の動きとかもねかなりはする感じですね。
そしてですね、私がこれ一番びっくりしたのが足パーツなんですけど、これよく見たらわかると思うんですけど、あのね、これね、学校の上履きあるでしょ、白の上履き、あの白の上履きにですね、まあ、あのペンキかな、何か塗料で赤く塗ってるんですよ、その上履きを。で、それを実際履いて撮影してたっていうのが本編にもありましたね。最近ではネットとかでその写真が出回ったりとかしていじられてたりはしたんですけど、それがね、今回そのパーツとして 再現されて付属として入ってるという、これはなかなか嬉しい、嬉しいことですよ、嬉しいチョイスですよ。うん、バンダイさんここまでやってくれたんやっていうのでね、もう何も言うことはないですね。うん、私からもう何も言うことがない、文句のつけどころがないという感じです、今のところ。はい、だからフォアな人はこっちの上履きバージョンね、赤い上履きバージョンをつけて、ゴキポージングなんかをつけて楽しむということができるので、すごくね、東映版スパイダーマンファンからするとかなり震えてるところですね。嬉しさで、ね、そしてこれがスパイダーストリングスですね、ロープですね、ロープ、これを持って移動してるというね、実際本当にあの蜘蛛の糸というか紐、ロープ、うん、ロープという感じでちゃんとあの作られてるんで、この辺もちゃんとこだわって作ってくれたんやなと、このロープ感がいいですよね、これもそうですね。うん、そしてスパイダーストリングスは長いバージョンに付属されてますね。この辺のこの縛ってるこの感じがロープっぽいでしょ、これもねきっちり再現してるっていうのが、いや嬉しいですね、非常に燃えてます、私もう非常に燃えてますよ。そしてもう一つですね、スパイダーストリングス4本セットで入ってますね。うん、でちょっと思ったのは比較的素材としてはそんなに柔らかくないです。うん、結構固めに作られてるので、あんまりこう曲げたりとか引っ張ったりしない方がいいかもわかんないですね。自在に飛び回ってるスパイダーマンをこれで表現していただけたらなと思いますね。そしてこれ最後の付属パーツになりますけど、スパイダーネットですね。まあこれが一番大きいパーツかな。うん、これをまあちょっと貼り付けてぶら下がってるスパイダーマンを表現するみたいな感じになるのかな、こういう感じで、はい、付属品はこれで全てですね。それでですね、鉄十字キラースパイダーマン、いろいろ本体を細かく見ていきたいと思うんですけども、可動域もあの調べながら、まずね、私が本当にあの細かいところまでこれね本当によくできてるんで見てほしいのは、まずあのこれマスクのこの分かりますかね、このこう間ここに線になってるでしょ、これね、あのなるちゃんとこの作られてるのちゃうかなって一回思うんですけど、この辺のね覆面というか、このスーツのこの顔のね、この間の線とかのシワとかもこれね本当にちゃんと表現されてるんですよ。当時の本当スパイダーマンってもうこの辺になんか色なんか変な線が入ってたりとかで、明らかにこの耳の形、うん、が分かる、この薄手のスーツっていうかね、うん、そういう素材で作られてたんで、だからその辺も意図として再現してこうなってるというね。で、私がでさらにちょっと見てほしいのは、背中のこのここの部分分かります、ここのこのシワの部分というか、この布の感じ、この縫い目のところがちゃんとできてないこの感じ、この辺のシワがちゃんと表現されてるのがすごいなと思いました。うん、ここね、この感じね、この辺のこだわりが、いや、やっぱり好きな人が作ったんやなと改めて思いましたね。で、この足元とかね、この足元のこの辺のシワとか、とにかくね、シワ一つとってもこだわりが見えるフィギュアです、これ本当素晴らしい。うん、これ素晴らしいです、本当に。スバラです。スバラ。じゃあ、
ちょっと可動域を見てみましょう。可動域はね、首は下はだいたいこの辺までいきますね。で、上はだいたいこの辺までかな。で、左右結構振り向けます。はい。エクソシストみたいに一回転もできます。で、両腕は結構これぐらいまではいけるかな。ちょっと肩がギシギシしてる感じはありますけど、でもまあ動かしてて何のストレスもないですね。決まりのポージングとかもいけますね。可動域も広いんで結構足も開きますね。腰もこれぐらい回る感じです。こっちもこれぐらいいきますね。で、可動域をこれ広くするために結構あのつなぎ目の段々が多い感じです。1、2、3段ぐらいに分かれてますね。足元のこの股の関節のところとかね。いやー、これいろいろポージングの可能性が結構幅広いんですよ。で、サイズ的にちょっと大きめなのかなという感じはしましたね。で、このラインが細いっていうのもいいですね。ちょっと大きめなのかなと思って、ちょっとあの私と同じバンダイさんのね、S8 フィギュアスのホームカミングバージョンで、ね、ちょっとスパイダーマンを持ってきたので比べてみようかなと思います。トム・ホランドのスパイダーマンですね。やっぱりちょっとそうですね。こっちはトム・ホランドバージョンですね。ちょっと大きいですね、やっぱり。ちょっとごつごつしたごつい感じはありますね。やっぱこのトム・ホランドバージョンの、まあ、若干今風というかスタイリッシュな感じにはできてますね。サイズ的にも意図として大きく作ってるんだろうなっていうのがあります。で、このシューズの裏ですね、このゴム感このゴム感をちゃんとこう表現してるのもすごくいいですね。じゃあちょっとこの東映版スパイダーマンのね、可動域も調べたところでちょっといろいろポージングを取っていきたいと思いますんで、じゃあ見ていただきましょう。東映版スパイダーマンのポージングシューズ、どうぞ。マーベラー、なだぎチャンネル、というような感じで、いろいろちょっとね見ていきましたけども、東映版スパイダーマン、まあ本当にね、一つのこのね商品ですけれども、これを商品化するっていうのは多分ねすごく大変なことやったと思うんですよ。これを商品化しようと思ったら、まあ例えば東映さんに話を通してとか、ソニーピクチャーズに話を通してとか、それこそマーベルに話を通してとかね、ディズニーが絡んできたりとかいろいろあるんですけど、それをなんかまあいろいろなね権利を経て、これがこの東映版スパイダーマンがこうやって商品化されてるっていうのはね、本当夢のようなことなんですよ、本当は。ですから私はこれを今手にしてることがねすごくなんか嘘みたいな話だと、そんな実感ではいますね。でもまあこうやって商品化になって私の手元にこう来たということはですね、本当に
嬉しいこと以外何ものでもないです、うん、実はですねこれだけじゃないですよ、うん、まあ、東映版スパイダーマンといえばもう一人の主人公がいますよね、このスパイダーブレスレットで呼ぶマーベラですね、レオパルドンというロボットですが、実はそのレオパルドンもですね9月に超合金魂からマーベラ&レオパルドン召喚セットというのがね実は発売されるんです。その超合金を買ってようやく一つになれるというか、ようやく一つのものが完成するというような感じなんです。うん、だからまあ私はまあこの商品を手に取っただけでも嬉しいんですけど、超合金魂のマーベラを買ってようやく完成するという、だからまだ喜びに達してないですね、うん、喜びのマックスには達してない、それを買ってようやく喜びのマックスに達するという、だからまだまだ楽しみが残っておりますが、はい、というような感じで、今回は以上でございます。東映版スパイダーマンの開封動画でした。ありがとうございました。というわけでありがとうございました。ありがとう、いいフィギュアです。グッバイ、なだぎチャンネルでした。マーベラー。